特急エージェントを一人失い、カイドウを怒らせては本末転倒ではないか。その方がマシという未来があったとしたらどうだ。不安要素は潰すのが一番だ。ゴムゴムの実はいつの時代も世界政府が回収を試みてきたが、決してその支柱に収まることはなかった。800年もの間だ。まるで悪魔の実が我々から逃げているようだな。ない話でもなかろう。ゾーン系の実には意志が宿る。ましてやこの実には神の名が。ゴムゴムの実のもう一つの名はゾーン系、人人の実、幻獣種、モデル、ニカ。その体はゴムそのものの性質を持ち、空想のままに戦い、人々を笑顔にしたという。解放の戦士、またの名を太陽の神ニカ。覚醒はゴムの体にさらなる腕力と自由を与えるという、世界で最もふざけた能力だと聞いている。